みなさんこんにちは。今日はほんわか商店街センター街のおもおもずキッチンさんに来ております。店長の山下さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい。さあ、おもおもずキッチンさんといえば、はい、まあ、ランチもディナーも、はい、メニューがたくさんあるんですけれども、はい、まあ、特にこの時期といえば忘年会シーズンであったりですとか、宴、ね、はい、会が多くなると思うんですけれども、はい、宴会メニューっていうのはどういったものがありますか？宴会メニューはそうですね、一応2種類ご用意させていただいてまして、はい、で2ドリンク付きの、お料理7品のコースと、はい、あと飲み放題、はい、で、まあ、お料理7品のコースと2種類ございまして、はいはい、飲み放題もついて、そうですね、お一人様3000円で、3000円で、はい、安いですね。ありがとうございます、はい、で2ドリンクの方が2500円という形 で、はい、はい、で2名様から受けさせていただいてますので、うんうんうん、もう本当に少人数でも大丈夫ですし、はい、逆にうちも10名様以上になったら、はい、まあ、貸し切りで貸し切りもさせていただくので、はいはい、ちなみに何人ぐらいまで、一応マックスで28までやったことがあります。はい、はい、ただもうちょっとそんなに大きいお店じゃないんで、すごい賑やかな感じにはなりますけど、はい、逆に、まあ、周りを気にせずと言いますか、そうですよね、はい、もう皆さんで盛り上がっていただいて、はい、楽しいお食事会をしていただけたらいいかなと思ってます。はい、ちなみにそのコース料理のメニューの内容といったのは、メニューそうですね、前菜3種類から始まりまして、はい、あとサラダと、あと揚げ物で、うちのカニクリームコロッケと、あと鶏もも唐揚げ、はい、でポテトの盛り合わせ、これも唐揚げの盛り合わせと、はい、あとオープン以来、一番夜のメニューで人気のホタテとブロッコリーのレモンアヒージョの、はい、アヒージョ、はい、させていただいて、で締めに、オムライスをして、あとデザートという形ですね、はい、もうなんかフルコースですね。そうですね、はい、ちなみにその宴会コースのご予約はいつまでっていう期限はありますか？一応前日までにご連絡いただきましたら、うん、ご対応できますし、まあ、人数様の増減というのはやっぱどうしてもこの時期に、ね、はい、寒くなってきているので、はい、体調とかあると思うんで、まあ、当日ご連絡いただけたら、はい、その増減に関しては全然対応させていただいてますので、はい、はいはい、ありがとうございます。それでは最後に動画をご覧になっている皆様に一言お願いいたします。はい、はい、甲子口の本枠商店街おもおもずキッチンです。またオムライス以外のメニューも、ご用意してますので、この寒い冬、皆さんで温かい宴会をして、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、今日はおもおもずキッチンの山下店長にお話を伺いました。ありがとうございました。